カツシカク切り5丁目にある京成電鉄本線の駅。駅番号は KS07。1931年12月19日に開業した。カツシカの鉄道駅では最も西に所在する。同じ堀切りと名のつく東武鉄道伊勢崎線の堀切駅は荒川を挟んだ足立区内にあり、徒歩で20分ほど離れているため、東武スカイツリーラインとの連絡運輸は、 隣駅の京成関谷駅と牛田駅の間で行われている。相対式ホーム2面2線を有する高架駅。エレベーターは各ホームに1箇所ずつ設置されているが、エスカレーターは設置されていない。トイレは改札内コンコースに1箇所設置されている。2002年10月12日に行われた、ダイヤ改正以前には急行も当駅に停車していたが、現在は急行の廃止に伴い、 普通列車のみの停車となっている。2020年度の1日平均乗降人員は17,410人であり、京成線全69駅中19位。駅構内のポスター広告系裁量金ランクにおいて特急駅に分類されている京成本線の20駅の中では一番少ない。近年の1日平均乗降乗車人員推移は下評の通りである。 最寄り停留所は、駅前を通る東京都道314号、ことといだやが線上の堀切勝負園駅である。以下の路線が乗り入れており、すべて京成タウンバスにより運行されている。ありがとうございます。